おい、聞こえるか。そいつは最高の状態に仕上げてある。キャノピーもピカピカに磨いといたぞ。空がよく見える。行ってこい、トリガー。向こうで何が見えたか後で聞かせてくれ。カシュウェイ、トリガー、一緒に行きたかったぜ。宇宙技術商社では世話ないんだね。だけどな、俺も同じ気持ちだ。撃墜された。あのスゴ腕がビート、チックショー、チックショー。
海底トンネルの先は軌道エレベーターだ。トリガー、トンネルに入って無人機を追うんだ。それしかない。だがどこから出る？軌道エレベーターの真下の空間で引き返せる。それでも無謀すぎる。どこへ行くんだカウント。みんなトリガーを頼りすぎんだよ。まさか、おい無茶だカウント。おいおい、その無茶をやらせようとしてるんだろう、トリガーに。やつは特別だ。俺だって、この大バカ野郎。心配するな。俺は前にいた部隊で学んだんだ。トリガーについていけば生き残れるってな。カウント、状況を伝えてくれ。トリガーが墜落。
仕事は終わった。生きて帰るぞトリガー。そう、生きて帰れるぞ。見つけたぜ出口を。起動エレベーターだよ。行け、お前ならできるはずだ。俺は胴体着陸を試みる。行くんだ、外の連中が待ってる。もう少し燃料を減らしてからにしたかったな。仕方ねえ、着陸する。正直望みは薄いがな。よし、着陸する。誰か、もう少し。人間の可能性をつなぐロープは残ったよ、じいちゃん。軌道エレベーターの付け根には難民たちの町ができている。今日もユークトバニアから援助物資を積んだ輸送機が飛来して空挺投下している。王女様が世界中に援助を呼びかけて、これがその答えだ。市役所職員みたいになって援助物資を配る仕事は、あの政治犯野郎がいればお似合いだったが、ベルガ人のジョルジュが代わりにやっている。ここにはタブロイドが欲しがっていた新しい体制がある。ミハイの孫娘たちも手伝っている。ミハイか、あの灰色の髪の老人もここにいる。生きて生き続けて、孫の世代がこの先の未来を作り出していくところを、何も生み出せなかった自分が眺めていかなければならないのだとは。それが罰なのか。そんな試練に耐え、大空を飛ぶ自由を失い、
この身が老いて朽ちゆくことと付き合わなくてはならないというのか。そうして年寄りが年寄りらしくベッドの上で死んでゆけることこそ平和の意味なのさ。そうしたものをあの子たちはここに築き上げようとしている。今日も新しい難民たちが到着し、そして王女様は星空を眺めてる。ダークブルー、さらにその上の高み。聞こえますか？Tu te souviens de nos fleurs préférées qui chantaient tout près de nous du jour de ta déclaration